どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、コテの温度の違いをやっていきます。実際結構お客様でコテって何度で巻いたらいいのって結構言われるんですけど、まあ例えばこっちは120度、こっち210度でやるんですけど、まあ巻いた時の違いみたいなんて多分皆さん知りたいところかなとも思うので、まあ、これのちょっと違いと、あとダメージ度合いの違い、こうなったらダメージ出るし、こうなったらどちらかというと髪の毛に優しいですよということを今日は簡単に解説させていただきますので、温度がちょっとわからない方、悩んでた方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。で、140で巻いていきます。じゃあこちら側は180度で巻いていきます。こちら側が140度で、こちら側が180度なんですけど、そんなにすごい大差はないです。じゃあこちら側を120度で巻いていきます。じゃあこちら側を210度で巻いていきます。こちら側が120度で、こちら側が210度になります。はい、こんな感じでやってみました。で、これが、120度と210度でもう極端にちょっと分けてやってみたんですけど、だから120度で巻いた方は、まあ変な話、パッと見た感じそんなにカールは変わらないですよね。で、触った感じちょっとこれは分かりづらいんですけど、120度の方がちょっと柔らかいです。で、210度の方がやっぱカラッとこう仕上がってるというか、パリッとしてる髪の毛がっていうことは、よりやっぱりこう温度が高いので、乾燥がすごく出てるかなと。で、こっちはどちらかというとこうちょっとこう、まあ、めちゃめちゃ乾燥はしてなくてカールがついてるっていう感じになってます。なので、まあ、カールの見た目は多分ちょっと確かに210度の方がくるっとはなってるかもしれないですけど、でもこう大まかに見たらそんなに変わんないかなと。で、個人的にコテを巻く温度っていうのは、あんまり高すぎると本当ダメージ出るし、低すぎても時間を置けば結構しっかり僕はカールつくかなと思うので、で、やっぱ時間を置くのと、あと、まあ高い温度さっと巻くの、どっちがいいのってなった時に、もちろんなんか確かに高い方が、まあダメージ出やすいのは出やすいんですけど、まあさっと巻けば個人的にはあんまり変わらないかなと、ダメージ度合いは。ただ、やっぱこう自分で巻かれる時は、温度が高いとやっぱりダメージが出やすい。なぜかというと、こう巻いた時にそのままずっとこう置きっぱなしになることって結構多くないですか。巻いてそんなにこう1,2,3とかでこう外す方ってそんなにいらっしゃらないかなと。巻いてちょっとこうなんかしながらとかで外す方が多いかなと思うんですけど、だからそうすると結構ダメージ出ます。で、そういう風にされる方はやっぱ温度低くてゆっくり巻いた方が僕は長持ちして、カールもしっかり持つかなと思うので、まあ、120とか140、まあ、140と160、180もやりましたけど、
そんなに大差はないです正直。だったら、まあ、120か140でゆっくり巻いてる方が僕はダメージも出ずに、あとそんだけゆっくり巻いてて熱を徐々に加えてる方が髪の毛多少ちょっとこう束を多く取ったとしてもゆっくりこう浸透していくっていうか熱が浸透していくので持ちも良くなるかなと思うので、まあ、個人的にはちょっと、低め120、140でゆっくり巻くか、もう素早く巻きたい方は210とか180で巻く方がいいかなと思います。まあそんなにカールのあれは正直な話大差はないので、できればダメージを気にされる方は低めの温度でやってみてください。で、やっぱこう持たせるポイントっていうのは、しっかりと髪の毛が乾いてる状態、あんまりこう濡れてる状態で巻くと、カール持ちません。しかもダメージが出ます。で、できれば髪の毛の毛束を薄めに取ってください。あんまり太めに取ると、まあ、さっきも言ったように髪の毛全体に熱が通らない、浸透しないので、毛束をちょっと少なめに取る。で、あとはスタイリング剤とかもあんまつけすぎない方がいいです。オイルだったりとか、バームだったりとかあんまりつけすぎない方がいいと思います。もう本当に持たしたいとかカール取れやすいって方はスプレーだけ、ちょっと、めちゃめちゃハードスプレーっていうよりは少し固まるぐらいの、ハードスプレーをバーッと全体的につける、ね、やっていける方が持ちます。あともう一個、巻いた後にあったかいうちにカールをこうやってほどいてしまう と、すぐ取れやすいと思う、取れやすいので、巻いた後はもうこう巻いてる状態をずちょっとキープしとく、もうなんかグリーンとこうコロン状態をこうキープする、をやってあげると、カールが持ちやすいです。で冷めた時に、溶かしてあげるだったりとか、まあ、ただしこのままの状態でスプレーとかバットつけて、でちょっとこう伸ばしてあげるとより長持ちするかなと思うので、まあ、今日はちょっとコテの温度の違いをちょっとやってみました。やっぱ温度が高いとダメージは出て、低いとダメージは少ないです。ただ素早くやるかやらないかでだいぶダメージ度合いも変わってくるので、素早くできない方は温度低めでやってみてください。この動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。